策としてはたくさん使う必要のある場面に自分を置くことしかないと思いますね。だから私のスペイン語の場合にすごく役立ったのは、休暇を取ってメキシコ行ってスペイン語学校に入ってホームステイしました。でそのホームステイ先はもうスペイン語を勉強している人を迎えていることになられているし、それに、まあ、英語、お母さんが英語を話せなかったと思います。まあ、読書 もできなかったかもしれない。で、もう、まあ、英語も全く話せなかった。そして、兄弟とか、なんか他の家族の方は、英語を話せるかどうかわからないけど、わざとスペイン語でということだったんですね。大でもう話すざるを得ないということだったので、ちょっと自信ができてるようになりました。だからそういった話せなくならない場面を何とか探すことが必要なのではないかと思いますね。